私は石木秀忠と申します。南城市で生まれました。22歳の時、又吉の沖縄古武道の門を叩いて、それからずっと現在66歳まで、古武道を続けており、生涯現役だと思っております。私は、1956年のからずっとこの、玉城村現南城市で住んでおりますが、沖縄ほど住みよいところはないと思います。とても誇りに思います。なぜ誇りに思いますかというと、これは沖縄の方々の気質、例えば気質と簡単に言うのは人情味があって、とても暖かい、とても過ごしやすいこの季節の、そして誰とでもこう友達になれる一茶リバ朝礼の精神、そしてまた平和を愛する沖縄県民の心、これはもう他の国の方々が真似もできないようなものが私たち沖縄県民に染み付いていると思います。これがとてもとても私は誇るに思います。私は第2回世界大会でシニアの部の棒術で優勝しました。これも私が長年練習した成果が、この大会に、発揮されて、この稽古したのがこの優勝という結果に導いて導かれたと思います。これはもう大変嬉しく思います。で、大会に関しては、いろいろご意見ご批判、また賛同される方々たくさんいらっしゃると思いますが、私のなりの考えは、やはり大会をしなくちゃ沖縄県の空手古武道が発達しないと思いますので、今後もそれは続けていきたい、いただきたいと思います。